お二人は AI アナウンサーについてどう思いますか？アナウンサーどうなると思いますか？他の国だと普通にその CG で音声喋ってて人間と区別つかないので出てますよね。ありますよね。危機感感じます？そんなに危機感はあんま感じないかもしれないですね。わかんない、テレ東お人足りないから AI も増えてくれたらあ、むしろ忙しさが多少減っていいよねみたいな。やっぱね、人間にしかできないこともあるし、それはなくならないと思うので、なんか MC 的な入り方のアナウンサーとか、その場を回したりとかそういうのはやっぱできないですもんね。本当にそのストレートニュースを読み上げるだけみたいな仕事だったら、まあなくなっていくだろうみたいな。そうですね。でもそれもやっぱり有事とか何か起きたりとか、うん、急にニュースが差し替わったりとかした時はやっぱり人間じゃないとできない部分あるので、いきなり地震とかありますもんね、うん、その時はやっぱりね、 AI に言われてもあまり危機感持てないじゃないですか、見てる人も、うん、AI になったとしてもやっぱり機械のアナウンサーは必要だと思うので、なるとやっぱり全部を AI に変えるってことは無理なんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、言われてみるとそうっすね、はい、すんごい現実的な回答しちゃった今日の対談内容のまとめです。 AI アナウンサーに対して危機感は持っていないです。人間にしかできないこともあるからです。これから AI 技術はどこまで進んでいくんですかね。面白かったら SNS などでシェアしていただけたら幸いです。チャンネル登録よろしくお願いします。